あら、思ったよりも来るのが早かったわね。あなたが起きてこなかった場合、今度はこっちの姿で起こしに行こうと思っていたのよ。って、こらこら。だからといって、またベッドルームに行こうとしないの。それに、料理をするときは、こっちの方が何かと便利なのよ。ほら、調味料や食器とか、小さい姿だと届かなくて不便でしょ？それに、こういう風にエプロンをつけて、誰かのためにキッチンに立つってシチュエーション、憧れていたのよ。たまにはこっちの姿で、プロセッサー以外のコスチュームを着るのもいいと思わない？さあ、ちょうど朝食もできたわ。暑いうちに一緒に食べましょう。さて、朝食も食べ終わったところで、午前の仕事始まりだよ。え、今日は仕事が休みじゃなかったのかって？ああ、そのことなんだけど、でもちょっとしたトラブルで、私宛ての書類が止まってたみたいなんだ。明日に回そうかと思ったんだけど、どれも重要な書類だから、今日中に何とかしなくちゃいけなくて。だから、ごめん！付き合って！ありがとう！この埋め合わせは必ずするよ！じゃあ、私はこの書類にハンコをしていくから、君はそれを申請部署ごとに整理してほしいんだ。それじゃあ、よろしくね、相棒！ちょっとお昼を過ぎちゃったけど、まさかあの書類の山をさばききれるとは思わなかったよ。よーし、じゃあお礼も込めて、午後はデートしに街に行こうよ。私が君を楽しい場所に連れてってあげる。さあ、着いたわ。ここが私のお気に入りのスポットのゲームセンター、クラブゼカよ。え？どうしてこっちの姿なのかって？それは、あなたへのサービスよ。サービス。この服も、あなたのために新調したんだから、今日のデートはこっちの姿なの。さあ、一緒に楽しみましょう。まずはクレーンゲームよ。鍛え抜かれた私の腕をあなたに見せてあげるわ。そうね、この青いハリネズミのぬいぐるみなんて可愛くていいわね。見ててちょうだい。この子を一回で取ってみせるわ。アームの位置はここね。さあ、この可愛いハリネズミのぬいぐるみを掴むのよ。え？どうして？掴んだはずなのに、どうして持ち上がらないのよ。この位置に、この角度、そして、この深さ。完璧なはずなのに。こんなの、納得いかないわ。もう一回、もう一回挑戦よ。あら？次よ。三度目の正直を見せてあげるわ。まさか50回以上も挑戦して取れないなんて、なんたる不覚。ゲーマーとしてかっこいいところを君に見せたかったのに。それにしてもこの子欲しかったな。え？任せてほしいって、あなた、クレーンゲームなんてできるの？けど、この私が取れないくらい難しい景品と設定なのよ。あなたが取れるなんて。嘘！取れたの？そんな、私が50回以上も挑戦して取れなかったのに。これじゃ、ゲーマーとしての面目が丸つぶれね。これを私にって、もしかしてくれるの？
ありがとう。大切にさせてもらうわ。さて、クレーンゲームに熱中しすぎて、気がついたらもう外は暗くなっているみたいね。せっかくのデートが、クレーンゲームだけで終わるのはちょっと残念だけど。最後にそこのプリントシール機で、記念に一枚撮ってから帰りましょう。恥ずかしくなってないわ。ほら、この中に入って。って、意外に狭いのね。それじゃあ見切れちゃうわ。もっとこっちに。そうよ。もっとくっついて。はい、チーズ。驚いた？この子を取ってくれたお礼よ。けど、恥ずかしいから、他の人に見せちゃダメよ。いい？気がついたらもうこんな時間なのね。もう真っ暗。でも、星が綺麗。プラネタワーの展望台から眺めるこの街の夜景も綺麗だけど、こうして間近で見る夜の夜景も綺麗ね。突然体を寄せてきて驚いた？けど教会に着くまでの少しの間でいいから、こうさせてもらえないかしら。あなたと寄り添って、一緒に過ごしたこの時間と、一緒に見たこの景色を思い出に焼き付けたいの。だから、少しの間だけでいいから、こうしていさせて。教会、ついちゃったわね。シンデレラじゃないけど、これで夢のような魔法の時間はもうおしまいよ。今日はあなたと一緒に過ごせて。楽しかったわ。そんなわけで、魔法終了！そうだ、ちょっと汗かいちゃったから、先にお風呂入ってもいいかな？ネブ！一緒に入りたい？デートはまだ終わってないって。いやいやいや、さすがに一緒にお風呂はダメだよ。だって、お風呂だよ！すっぽんぽんで生まれたままの姿なんて、恥ずかしくて見せられないよ。ああ、今子供の裸なんて見ても何とも思わないって顔してる。それなら、私のスペシャルな脳卒ボディで君をドキドキさせちゃうんだから。よし、この私が君の背中をゴシゴシして流してあげちゃうよ。ゴシゴシゴシ。力加減はどう？なるほど、君はそのくらいの強さが好みなんだね。よし、じゃあ続けてゴシゴシしちゃうよ。ゴシゴシゴシ。よし、背中はこんなとこかな。次は右手ね。はい、右手あげて。おお、君の腕って意外に太くて、いかにも男の子って感じなんだね。私のプニプニの腕と違って新鮮な触り心地だよ。よーし、右腕終了。次は左腕あげて。はーい、ゴシゴシゴシっと。我ながらナイスゴシゴシだよ。まだ洗ってない場所は前？前はそのサービス内というか、その一応こういうなりとはいえ、私も女の子だから気を使ってほしいというか。いや、確かに洗ってあげるとは言ったけど、向き合って洗うのはやっぱり恥ずかしいよ。じゃあ後ろからってのはどうかな。よし、じゃあ後ろからってことで。よーし、君の前も綺麗にしちゃうぞ。
驚いたでしょ？小さいままだと、あなたの前まで手が届かないから、女神化しちゃった。これで、あなたの隅々に手が届くわ。ほら、こんなところにも。今度は優しく、丁寧に洗ってあげるわ。どう？こうして異性に全身を洗ってもらう気分は。だーめ、恥ずかしがらないの。それに、前も洗ってほしいって言ったのはあなたじゃない？男なんだから、一度言ったことは守らないとダメよ。この手で全身を洗うまで、逃がさないわ。私が大奮発して洗ってあげたのに、どうして途中でのぼせて倒れるかな。もう本当は今夜は君とゲームで遊んでから寝ようと思ったんだけど、無理はさせない方がいいかもね。ってそんなに露骨に残念そうな顔しても、ダメなものはダメ。無理して体を壊したら元も子もないんだよ。ゲームなら明日もできるんだし、今日は我慢することいい？うん、それでよろしい。じゃあいい子にはぐっすり眠れるようにカンガルーを数えてあげるね。え、それよりも一緒に寝てほしいって？もうほんと君は甘えん坊さんだな。けどそのくらいだったらいいよ。君とのデートではしゃぎすぎちゃったせいか、疲れて眠たかったところなんだ。それじゃあ早速ベッドに失礼して、あったかい。急にものすごく眠たくなってきたよ。また明日も一緒に過ごそう。おや。